予選終了です。ここでトップ3をおさらいしておきましょう。ルクレール、サムライ、セルジオ・ペレス。予選が終わって明日のレースのグリッドが決まりました。本戦は厳しいレースになりそうです。どうぞお楽しみに。マジックシティことマイアミ市のマイアミインターナショナルオートドロームへようこそ。ここに立つスポーツと娯楽の多目的施設ハードロックスタジアムはスーパーボール、ワールドシリーズ、そしてあまたのロックコンサートを主催してきましたが、その歴史についに F1 が加わります。マイアミグランプリのラップはハードロックスタジアムの周囲に設置される 5.41km のトラック。マイアミインターナショナルオートドロームには19のコーナーがあり、ホイールトゥホイールの白熱バトルがドライバーたちを待ち受けています。レース開始まであと少しです。本日のグリッド順はこのようになっています。ポールポジションに着いたのはシャルル・ルクレール。フロントローのもう一台はサムライ。残りのグリッドも見ていくことにしましょう。ペレス、ガスリー、マックス・フェルスタッペン、ノリス、サインツ、ラッセル、リカルド、ルイス・ハミルトン、スノダ、ベッテル、ミック・シューマッハ、マグヌッセン、佐藤、アルボン、ジェンソン・バトン、バルテリ・ボッタス、オコン、ストロール、チョウ、そしてニコラス・ラティフィ。まもなくレース開始です。今日勝つのは誰でしょうか。今日もアンソニー・デイビッドソンと一緒にお送りしていきます。さて、レースの合間を縫ってマシンには改良が施されていくわけですよね。テストドライバーとレースドライバーの両方についてよくご存知だと思いますが、ズバリ違いは何ですか？面白い質問ですね。まあ全然別物ですよ。僕は BAR でテストドライバーをしていたわけですが、シーズン中はずっとテストで15,000km くらい走り込んだかな。いわば縁の下の力持ちで、マシンを良くするためできるだけ正確に運転してデータの分析をやりやすくするんです。一方、グリッドに並ぶレースドライバーの役目はその日の状況の中で最高の結果を出すことです。マシンはそれを達成するための道具に過ぎません。フォーメーションラップが行われ、ドライバーたちはスタートシグナルが消えるとともに始まるバトルに備えてマシンの調子を整えています。開始までもう間もなく。マシンがグリッドにつき、ドライバーとチームが最終準備に入っています。
クリーの充電は十分だ。オーバーテイクボタンをもっと使おう。ストップは最高だった。期待以上にいいタイムだ。予定したピットストップは消化した。このタイヤで最後まで走り通せ。ジェンソンはピットに入った。ジェンソンはピットにいる。
走りだったぞ。よくやってくれた。やりました。マイアミインターナショナルオートドロームで実に見事な勝利です。伺います。今日の勝利を決定づけた勝因は何だったのでしょうか。コース上での賢いタイヤマネージメントと非常に滑らかなドライビングが今日の勝利を支えました。その2つが組み合わさったことで常にタイヤの能力を最大限に引き出せていたのでしょう。いやー、今回のウィークエンドは実にスリリングな結末を迎えました。表彰台に上がる3人のドライバーは今日の結果に満足しているでしょう。さて、この結果はドライバーズランキングにどのような影響を与えたでしょうか。今回のレース結果によって現在ランキングトップのシャルル・ルクレールがさらにリードを広げました。アンソニー、ドライバーオブザデーを挙げるとすれば誰でしょうか。第一候補はカルロス・サインズですね。ズバ抜けた根気で順位を上げるチャンスを次々とものにしました。ではコンストラクターズタイトルに移りましょう。レッドブルがランキングのリードを広げました。今回のフォーミュラー1のウィークエンドは血が湧き立つような展開でした。ぜひ次回もご覧ください。